島さんお疲れ様です。お疲れ様です。ご相談です。はい。何ですか今日は。この間イタリア行かせていただいたじゃないですか。はいはい。ドレスっぽい格好、例えばジャケパンみたいなスタイルしたいと思って、自分で持ってったんですよ。いろいろ。何が困ったかっていうと、足が痛くてしょうがなかったんですよ。まあ石畳だしね、慣れないと足壊しちゃうからね。こう楽に履けるけれどもちゃんと見える靴みたいなのを今日はご紹介いただきたくてですね。そうね。やっぱりスニーカーだとちょっとカジュアルすぎちゃうから、はい、そういう意味でいくとレザーシューズの方がいいんだけど、はい、レザーシューズってどうしても硬いイメージとかなんか履くのがなかなか履きなじみが出てこないというか、馴染んじゃうとかっこいいんだけどね、すごいね歩きやすくなってって、でもそこまで耐えられないんだったら最初から少し柔らかい、はい、まあ例えばこういうボードイン&ランジっていうそんなに古い歴史のものではないんだけど、はい、履きやすさとそれからクラシックさとジャケパンスタイルとかにすごく非常に合うよね。でこれは一枚革なんだけど、もともとはラムスキンといって違う革でできてたんだけど、はい、今回は革風にして、でさらに一枚仕立てなんだよね。だから履きやすいし、こんなにもうぐにゃぐにゃですね。そうだね。だからある意味長時間履いても歩きやすいというか、これ非常に履きやすいしジャケットスタイルに似合うよ。めちゃめちゃ良さそう。ピッチドヒールって言ってこう、はい、下に向かって細くなっていってるヒールも特徴だし、ここに3つのこれアイコンなんだけど、これがボードイン&ランジのアイコンになってて、まあ紹介するたびに非常によく売れてて、これはこの5、6年でメンズスタイルに革命児的に入ってきたブランドなんで、この辺は割とおすすめかな。あ、そうですか。黒もあるし、それから茶のタッセルもあるし、すごい履きやすいと思うよ。それだったら、ネイビーのジャケットにグレーのパンツ、バッチリで、それでも大丈夫。全然いける、全然いける。逆にその黒の、それはなんていうんですかね、スリップオン、単純に。それはどういう着こなしで？いや、同じような本当にネイビーのジャケットにグレーのパンツでもいいし。大丈夫ですか？まあいろいろこれも汎用性高いと思うよ。例えば夏は素足とかでも大丈夫ですか？もちろん。素足すごい気持ちいいと思う。いいですね。朝のスーツに白いシャツで胸元上げて、足元はこれとか、かっこいいんじゃないこれ。じゃあ夏のイタリアのためにちょっと購入しなきゃですね。いいんじゃないかな、両方とも2足いっぺんにぜひ。結構履くよ俺。あ、本当ですか。てかファッション業界の人結構履いてる人本当に多かったと思う。あ、そうですか。ボンドイン&ランジはなんかそうね、ファッション業界でこの5年ぐらいで空前絶後のブームになった靴だから、今言ったみたいにクラシックな靴履きたいんだけどちょっと足がっていう人のなんかこうないものねだりの要素っていうのはすごく入ってるよね。履き心地が良くてかっこよく見えて、柔らかいっていうところだと。なるほど。ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。こちらこそ。